4から5カブス現地時間5月12日、PNC パーク、シカゴカブスが延長戦を制し、同地区パイレーツにカード勝ち越し。鈴木誠也外野手、29、は2番、指名打者でフル出場するも、ノーヒットに終わった。初回、第1打席は高めに浮いたカーブを打つも、平凡な中飛。3回表の第2打席では、高めのフォーシームを捉えるも、左翼フェンス際への差飛。5回表の第3打席は、内角のフォーシームで中飛。パイレーツ先発の左腕、ファルターに対して、3打席続けて、外野フライに倒れた。同点の7回表、1-1-2塁の好機で迎えた第4打席は2番手、右腕オルティズと対戦。カウント3から0から真ん中付近のシンカーを捉え、左中間へ飛ばすも、この打球を中堅守スインスキーがスライディングキャッチ。続く、コディ・ベリンジャーの打席では、二遊間へのライナー性の打球を、遊撃手クルーズがダイビングキャッチ。好守備に阻まれ、無得点に終わった。9回表、2-1-3塁の絶好機で迎えた第5打席は、守護神、ベドナーと連日の対戦。一塁走者の盗塁で2-3塁となった後、カウント1から2から、外角ボールゾーンのフォーシームに手を出し、投げごろ。またしても、好機を逸する結果となった。カブスは9回裏、守護神、ヘクトル・メリスが1-4-3塁のピンチを背負うも、決定打は許さず、延長タイブレークへ突入。そして10回表、ベリンジャーの敵地打でリードを奪うと、パトリック・ウィズダムの2号ソロが飛び出すなど3得点。10回裏は1点差まで迫られながらも、アルバート・アルゾレーが締め、延長戦に勝利。同地区カードに勝ち越し、地区首位ブルワーズとの差を 0.5 としている。この試合の鈴木は、母の日に合わせて、ピンクのリストバンド、バッティンググローブを身にまとい、ピンクのバットで、打席入り。5打数無安打だったが、10回表には、延長タイブレークの二塁走者として決勝点を記録した。なお、今季成績は打率290、オプス832となっている。